久保さんわがままっすね人間わがままダイエットしようと思ってるんですよいやだけどちょっとお菓子食べちゃうんですよねみたいな <laughs> お金稼ぎたいと思ってるんですけどやっぱちょっとなんかやる気にならないんですよねとかねまあ全部そうっすねなんかあのまあタバコに限らずいろんなところに 似てる部分が似たり寄ったりのところがあるんじゃないかなと思いますねう,うんでも今回ねまあここのちょっとここが本当に大んかいたいま,まだなんか違和感あるんですよ今日もなんでちょっと考えますねうんそうタバコはちょっと真剣にまあ まあいい機会かなと思いますね。このやり取りもそうだし、体調の変化もあったし、40歳だし、区切りとしては。うん。うあなんですかね。アイコスに変えて1年ぐらいなんですけど、このアイコス、なんだろうな。ああ。 最初、こう思ってたんですよ。紙卵を僕吸ってて、まあアイコスが周りで吸っててね。で、アイコス一時期ちょっと吸ったんですけど、やっぱ紙の方がいいよってなって。で、紙を吸ってて、アイコスの何がうまいのみたいな思ってたんですけど、なんかそれもマーケティングっすよね。<laughs> それもマーケティングの一部で、やっぱその、まあ燃やして、紙卵の場合は燃やしてるので、まあタールが入ってて、で、タールがないから、 あの紙タバコよよりかはいいいみたなね健康に気にしながら何すかそれでも吸いたいっていうね <laughs> 水蒸気だからいいんじゃねみたいなで実際に紙タバコからアイコスに変えてからあの1年ぐらい経って、まあ、確かに,肺,にその肺の感覚に関しては、まあ、いくら本数ちょっと多めに吸ってもそんなに苦しくならないっていうね、まあ、それは水蒸気だからだな まあマーケティング戦略にやられてるっちゃやられてるんですけどでも結果的にアイコスが出て78年経って研究がちょっとずつ出てきてまああとあの10年20年30年ってなれば30年後アイコスをし追い続けてきた人のデータも出てくるだろうしだから今現状としてもまあまあ良いものではないですよね。まあ、ここににパッケージに書いてありますから ちょっと考える時期に来たなと。そうだから人間はやっぱね考えられるんですよね。だから久保さんとかもねあの、若い時吸ってて、お酒も飲んでただろうし、タバコも吸ってて、だけど、まあ、ある時に考え方が変えて、まあ、変わったってことですよね。今となっては 昔はやってたけど今となってはバカバカしいみたいなね人間はやっぱ考え方を変えられるのでわがままなんだけども考え方は変えられますのでまあ僕も考え方を変えてそれを実行に移すっていうだけですよねあとは、まあ、まあそのわがままに勝つか勝己に勝つか勝たないですかですよねうんうまあいい機会ですね40っていう節目でもありますし この億万長者合宿のこのやり取りをきっかけにやめてみようと思います <laughs> でも最後のわがままですね最後のわがままでちょっとねこれはすいません <laughs> っていうこのこの余分なわがままがやめられない一つだと思いますけどでももうやめようかなもうねほんとあんま調子よくないのでなんかもう全部やめ切るっていうねうん やばくないしねあとにやっぱ僕もそのなんかずっとここの異変が続いて、まあ、病院行かないといけないなと思うんですけどなんかあのまだ死ねないなっていうところはやっぱあるんでまだちょっと死ねないなっていううんであと病気にかかるとまあね病院からもできなんかなんですかね病院からできることもあるけどもね久保さんも骨折骨折というかあの 転んでね病院から動画送っていただきましたけど、まあ、できないことはないけどでもその,その病気の状態によっても動画撮れないこともあるだろうしうん、まあ、いろいろ考える考えないといけないですね、うん、考えて実行すると考え方を変えろということでございますいってらっしゃい